ボンネットを開けてください。助手席側から作業します。ポジションランプ裏側のウィンカーバルブを取り外していきます。まず配線を固定しているストッパーから配線を外します。ウィンカーのカップラーをロック解除部分を押しながら下に引いて外してください。ウィンカーバルブを固定しているネジを外します。付属の専用工具で外してください。バルブを車体から取り外します。反時計回りに回して外してください。運転席側も同じように純正のウィンカーバルブを外してください。助手席側に A のユニット付きウィンカーバルブを取り付けます。 A のバルブを車体側に差し込み時計回りに回して取り付けてください。ストッパーがかかり回らなくなる位置まで回してください。運転席側に A のユニット付きウィンカーバルブを取り付けます。運転席側も同じように A のバルブを取り付けてください。助手席側に戻り A のユニットに外したカプラーを接続します。カチッと音がするまで差し込んでください。付属の結束バンドで A のユニットを車体に固定してください。運転席側も同じようにカップラーを接続して A のユニットを車体に固定してください。ヒューズボックスのカバーを外します。ヒューズボックスは左右についている爪を押したまま上に引き外してください。蓋の裏にあるクリップを使います。矢印の場所のウォッシャー電源ヒューズを外します。配線付きヒューズを取り付けます。ヒューズの向きは配線が下向きになるように取り付けてください。ヒューズボックスの左下のカバーを外します。カバーの下側に爪がついています。爪を外側に引いたままカバーを引き上げながら外してください。オンオフスイッチを取り付けます。スイッチの端子押すぎぼしと配線付きヒューズを接続してください。ヒューズ電源に接続した配線を外したカバーの隙間に通しカバーの下から配線が出るように調整してください。ヒューズボックス左下のカバーを戻してください。ヒューズボックスのカバーを取り付けてください。スイッチの端子二股端子とウィンカーポジションバルブの配線を接続してください。スイッチを取り付けます。裏面の両面テープの保護シートを剥がし、お好みの箇所に貼り付けてください。配線をきれいに取り回し、作業終了です。ボンネットを開けてください。助手席側から作業します。
ポジションランプ裏側のウィンカーバルブを取り外していきます。まず配線を固定しているストッパーから配線を外します。ウィンカーのカップラーをロック解除部分を押しながら下に引いて外してください。ウィンカーバルブを固定しているネジを外します。付属の専用工具で外してください。バルブを車体から取り外します。反時計回りに回して外してください。運転席側も同じように純正のウィンカーバルブを外してください。助手席側に A のユニット付きウィンカーバルブを取り付けます。 A のバルブを車体側に差し込み時計回りに回して取り付けてください。ストッパーがかかり回らなくなる位置まで回してください。運転席側に A のユニット付きウィンカーバルブを取り付けます。運転席側も同じように A のバルブを取り付けてください。助手席側に戻り A のユニットに外したカプラーを接続します。カチッと音がするまで差し込んでください。付属の結束バンドで A のユニットを車体に固定してください。運転席側も同じようにカップラーを接続して A のユニットを車体に固定してください。タイヤハウスカバーを外します。丸の部分のクリップを外してください。傷がつかないようマスキングテープを貼って作業してください。ストッパーを2箇所マイナスドライバーでこじ開けるように外してください。タイヤハウス内のクリップを2箇所外してください。アンダーカバーを固定しているネジを外します。車体下側のクリップを4箇所外してください。ヘッドライト付近までバンパーを引き剥がします。バンパーをめくり白母灯のカプラーの位置を確認してください。白母灯のカプラーをロック解除部分を押しながら引いて外してください。スイッチの端子、二股端子とウィンカーポジションバルブの配線を接続してください。配線付きカプラーを取り付けます。スイッチの端子押すぎぼしと配線付きカプラーの端子を接続してください。
SP の配線付きカプラーをエンジンルーム内から助手席側の白母灯の裏側まで通してください。タイヤハウスの隙間に手を入れて外した白母灯のカプラーの間に B の配線付きカプラーを接続してください。配線をきれいにまとめ、外したパーツを元に戻して作業終了です。